今日は他の事務所からお客さんが来たから緊張しちゃったな。新しい仕事のお話かな。でもしっかりご挨拶できたはず。私も事務員として成長してるってことだよね。そういえば最初にご挨拶させてもらった方、私と趣味が合いそうな人だったな。確かお名前は千川さん。今度お会いできたら、私の作った衣装も見てもらおうかな。どんなお洋服が好みなのかな。シックな雰囲気か、それとも派手な感じ。コンセプトがはっきりしている方がわかりやすいかな。ナースとかキャビンアテンダントとか。お疲れ様です。そういうわけではなくて、ただの趣味というか。そうなんです、事務員になれて本当に良かったなって。あ、そうだ、趣味じゃなくてお仕事の話をしなくちゃ。社長さんが呼んでましたよ。はい、いってらっしゃい。アイドルって本当にたくさんいるんですね。はあ、まさにアイドル戦国時代。事務所にもそれぞれ特色があるしね。もちろん所属するアイドルもいろいろだ。わあ、100人以上が所属する事務所もありますよ。事務のお仕事が大変そう。さすが音無君は目の付けどころが違うね。ああ、君、待っていたよ。今アイドル名鑑を見ていたところなんだ。おっと、そうだったそうだった。うはん、アイドル諸君の頑張りと君たちスタッフのおかげで我がナムコプロの運営は順調にいっている。そこでこの辺りで一つちょっと変わったことを企画してみようと思ってね。うん、次の公演は一つ他の事務所のアイドルを招待して盛大にコラボ公演をしようと思っているのだよ。そうだろう？君なら賛成してくれると思っていたよ。というわけで今回も君に全て一任しよう。社長、そういうのは丸投げって言うんじゃ。いやいやいや、何を言ってるんだ音無君。これは信頼というものだよ。というわけでどうかね、この大役君は引き受けて。ああ、食い気味に引き受けてくれるとは頼もしい。私も社長冥利に尽きるというものだ。君の力で劇場に新しい風を吹かせてくれたまえ。期待しているよ。もう社長ったら。プロデューサーさん、何かあったら私もフォローしますから。サポートが必要な時は相談してくださいね。何でしたらプライベートのことでもなんて。
よろしくね。あ、親和性のテストしてみる？とりあえず。はい、握手。皆さん、アイドルなんでしょうか。私たちがナムコプロの代表なんですよね。責任重大ですな。優勝を狙いますよ。うん、なりたいけど、ライバルなんだよね。じゃあ番組が終わってからかな。うーん、怪しい人発見。もしかして不審者かな。もしかしない？こっちの二人は、くんくん、興味深い匂い。こらこら、急なくんくんはびっくりさせちゃうよ。すみません、うちのしきちゃんが。でもでも、とってもキュートで可愛いでしょ。だから、許してね、メルシー。おや、あなたたちは…どうも、あたしは一ノ瀬式的存在。そしてあたしが宮本フレデリカ的存在。二人揃って…わお、君が言っちゃうんだ。あたしたちのこと知ってたんだね。よろしくお願いします。ナムコプロの宮尾美也です。特技は将棋です。私は島原エレナだよ。私と美也でクリアスカイっていうの。よろしくね。美也ちゃんにエレナちゃんか。よろしく。事務所の存続をかけて正々堂々勝負だ。事務所がかかってるの？絶対負けられないよ。しきちゃんねむねむだから新鮮な刺激が必要。みやちゃん匂い嗅がせて。くんくん。おや、ほらほら本番だって。しきちゃん行くよ。それじゃあまたね。アデュー。なんだか面白い人たちだね。私たちも行こう。ミヤプロデューサー。あれ、お隣さんだね。よろしく。いい匂いのミヤちゃん。はい、しきさん、負けませんよ。優勝は私たちクリアスカイです。
ニーズマウント富士富士山。うわぁ、しまった、引っ掛けだ。よくあるやつだね。意地悪問題だ。考えた人は後でレポート提出。琵琶湖でしょうか。やったー、さすがミヤだよ。やるね、ミヤちゃん。私もちょっと本気出しちゃおっかな。事務所にお金に詳しい子がいるから、これはわかるよ。5000円。見せ場をしけちゃんに取られた。ユニット存続の危機だよ、ピンチだよ。フレちゃん頑張って。ピンチを乗り越えると絆が深まるっていうよ。もう、やりますな。うわぁ、すっごく大きい。プライベートでお上品に食べたかったな。染み渡るね。知ってたりする？ん？知らないよ。興味ないし。ねえねえ、ミヤちゃん知ってる？はい。確か紙の印刷方法だったと思いますよ。クイズよくわかったね。最初から知ってたの？はい。今度グラビアの仕事があるので勉強したんです。グラビアの勉強で意味まで調べちゃうんだ。面白いね。しきちゃん興味津々。ねえねえエレナちゃん、エレナちゃんってどこ出身？私も海外の出身なんだけど。あ、ブラジルだよ。フレデリコはフランスなんだよね。資料に書いてあったよ。
うぞ、フランスはパリさんの金髪ガール、よろしくね、エレナちゃん、青い目仲間だ。二人ともまた一緒になんかできたら楽しいかもね、その時はよろしく。元気にブラブラデリカ、今日のブラデリカはナムコプロライブシアターだよ。私たち、レイジーレイジーになっちゃったよ。シキさん、フレデリカさん、お揃いですね。揃いも揃って揃いまくりだね。クリアスカイちゃんとコラボなんてびっくりだよ。私とフレちゃんをご指名、見る目あるね、君。うんうん、お目が高いね。おいくらかな？キャッシュレス、オーケー？うん、そこは呼び捨てでいいよ。私たちだけ区別されてるみたいで、なんかやだし。そそ、シアターのみんなと同じでいいよ。その方が私たちも仲良くなれそう。うん、バッチリ、それで行こう。ミヤちゃんとエレナちゃんもよろしくね。ねえねえ、ミヤちゃん、エレナちゃん、今のうちに抜け出しちゃわない？私、このシアターに興味あるんだ。いろいろ見て回りたいから案内して。え？でもプロデューサーさんを待っていた方がいいのでは？一緒に冒険すると親愛度も上がるかも。コラボなんだし、そういうのも必要じゃないかな。うん、そうだね。ミア、私たちで二人を案内してあげよう。そうですね。ではプロデューサーさんにお断りしてから行きましょう。そうだね。プロデューサー、シキたちにシアターを案内してくるよ。ここがステージですね。シキさんたちもこのステージに出てもらうんですよ。ねえねえ、ステージに誰かいるよ。お、あの髪は金髪仲間発見。ごほん、あ、あ、皆様お越しいただき誠にありがとうございます。あれはエミリーだね。ヤマトナデシコを目指してるんだよ。定期公演の練習中みたい。ミヤさん、エリナさん、あら、そちらのお二方は？はじめまして。今度クリアスカイさんと共演させていただきます、一ノ瀬四季と申しますの。同じく宮本フレデリカと申しますわ。以後お見知りおきを。おほほ。
じめまして、エミリー・スチュアートと申します。ヤマトナデシコ、良いですわね。つい、なでなでしたくなりますわ。まあ、フレデリカさんもヤマトナデシコがお好きなのですか？嬉しいです。と、おしとやかで油断させて、今だフレちゃん、この可愛い生き物、うちに連れて帰っちゃおう。オッケー、しきちゃん、事務所にいいお土産ができた。ストップ、ダメだよ。エミリーはシアターのアイドルなんだからね。お土産はエントランスのグッズ売り場でお願いしますね。感じにできたかも。これはリツコさんで、こっちが、あー、いい匂いがする。しきちゃん好みの複雑なフレグランス。あの、どちら様ですか？あー、お構いなく、通りすがりの匂いフェチだから。ねねえ、何やってるの？あ、いましたよ。しきさん、いきなり走っていくからびっくりしました。だよね、しきちゃんそういうとこあるから。カレン、この二人はレイジーレイジーのしきとフレデリカだよ。今シアターを見学してるの。今度コラボするっていう。そっか、篠宮カレンです。よろしくお願いします。それで、私趣味がアロマなので、たまにここで調合させてもらっていて。そうなんだ、くんくん。うん、いいセンスしてる。でも私だったら、これと、これと、これ。そんなに混ぜたら、って、あれ？コンコン。ああ、すっごく爽やか。思い切って混ぜちゃった方が、飽きずにずっと楽しめるんだよね。ほら、シュッとして、クンクン。あの、近いです。恥ずかしい。いい反応。これはこれは、いろいろ試したくなっちゃうな。私もついつい楽しくなってしまって、すみません。ごめんね、プロデューサー。シアターの紹介ができるのが嬉しかったの。うん、しきちゃん満足。レッスンもこれくらい楽しめるかな。プロデューサー、もう作って。しきちゃん、早く着替えちゃおう。オッケー。しきちゃん、早着替えの術。
ただ脱ぐだけとも言う。いや楽しいねこのシアター。おもちゃ箱みたいでいろんな子がいて、今度はミヤちゃんとエレナちゃんをうちに招待して冒険したいな。楽しいしいい子たちだし。そうだね、でもいい子なだけじゃつまんないよね。とか届いてない？プロデューサーの携帯に。ちょっと失踪してきます。あ、ミヤちゃんも一緒だよ。あ、待って待ってプロデューサー、もうちょっとだけ待ってみない？警察に電話しちゃったらコラボはダメになるよね。しきちゃんすごく楽しみにしてるみたいだしさ。楽しみにしてるのに失踪するの？不思議だよね。でもそれがしきちゃんなんだよ。きっと戻ってくるからね、プロデューサー。なっちゃって、私もう慣れちゃったかな。しきちゃんとやってるとよくあることだもん。本当に戻ってくるかな。どうかな。しきちゃんにとって戻らないのが正解だったら戻ってこないかな。ダメ、心配だよ。ミヤもミヤだよ。なんでいなくなったのかな。私たちユニットでずっと一緒だったのに、こんなの寂しいよ。そっか、友達と離れ離れって寂しいよね。寂しいのは良くないから。そうだな。エレナちゃん、ミヤちゃんに会いたい？今すぐに。え？うん、会いたい。なら決定！二人を探しに行こう。あとのことはプロデューサーが何とかするでしょう。え？でも、わかった、私も行く。そう来なくちゃ。金髪美少女アイドル探偵団、ここに結成。行こう行こう。
それでフレデリカ、ミアとシキはどこにいるの？それはね、わかんない。何か知ってるから出てきたんじゃないの？シキちゃんの考えはシキちゃんにしかわからないし、こっちも勢い重視で行ってみようかなって。でもそしたらミアは？そう、そこだよ、金髪探偵助手のエレナ君、いいところに気がついたね。二人は一緒にいるんだから、つまりミアちゃんの居場所が分かったらいいんだよ。エレナちゃんなら分かるんじゃない？ミアちゃんが行きそうなところ。ミアが行きそうなところ？四季さん、そろそろ戻りませんか？みんな心配していると思いますよ。私はもうちょっとフラフラしたいな。ミヤちゃんは先に帰ってもいいよ。シキさん、どうしてこんなことをするか聞いてもいいですか？そうだね。これはね、私の実験だから。実験ですか？あのね、私今回のコラボレーション結構楽しいんだ。自分でもびっくりするくらい。このまま続けたらきっと普通に楽しいし、もちろん普通に成功はすると思うよ。でもそんなんじゃシキちゃんは満足できない。これを二度と忘れられない思い出にしたいんだ。あー、奇遇ですな。私もです。でもその方法が失踪なんですか？うん、城から来た私たちがシアターの二人と出会って、さらにかき回した実験がどうなるか、成功するか失敗に終わるのか、それはわからないけど、実験なくして進歩はないからね。行動あるのみ。ふむ、つまり四季さんは今日のお仕事が嫌だったというわけではないんですね。もちろん、ミヤちゃんやエレナちゃんとどんな化学変化が起こせるか楽しみだもん。むしろ楽しみだったからこそだよ。私、ミヤちゃんに興味があるんだ。もっとゆるふわなアイドルなのかなって思ったけど、意外にそれだけじゃないよね。匂いでわかる。私もよく言われるんだけど、ミヤちゃんもかなり変わり者だって言われない？もう、どうでしょう。のんびりしているようには見えるみたいですけど、そんなことないんですよ。そうなんだ。ちなみに、そんなミヤちゃんはどうして私についてきてくれたの？はて、私はただシキさんを一人で行かせたくなかっただけです。一人で？私寂しそうに見えた？いいえ、私が寂しいと思いまして。だって私たちはコラボメンバーですからね。しかもついてきたおかげでこうしてゆっくりお話ができましたし、一石二鳥ですな。ふん、それってプロデューサーやエレナちゃんを心配させたとしても？それはよくありませんね。でも
四季さんやフレデリカさんとの時間はきっとそんなにたくさんありませんから。なので一緒にいないともったいないです。うん。やっぱり君は面白い。それならミヤちゃんには私のやり方に付き合ってもらっちゃおっと。シキさんは成功か失敗かわからないって言いますけど、やっぱり成功させたいですよね。そうだね、もちろん。とんでもなく大きな化学反応を起こしたいよ。きっとみんなはみんなでうまくやるよね。だから私は私が思うように行動するんだ。それなら私は実験助手ということですね。次はどんな実験をするんですか？お、いいね。それなら助手のミヤ君、次の行き先は君が決めたまえ。私はミヤちゃんが興味あるものを知りたい。ミヤちゃんに興味があるからね。おお、そうですな。では私、シキさんと行ってみたいところがあったんです。うん、ちょっと休憩。ミヤちゃん、言うだけあって強いね。でもシキさんもとてもいい打ち筋をしてますね。本当に初めてなんですか？まあね、今まで興味なかったし。でもやってみると意外と熱くなるね。おお、それは嬉しいですな。連れてきた甲斐がありましたよ。おやおや、なんだか外が騒がしいね。お祭りでも始まるのかな。あは、いた！ミヤ、シキ、フレデリカ、二人がいたよ。わお、本当に見つけちゃった。エレナちゃんすごいね。もしかしてこれって運命？エレナさん、フレデリカさん、お待ちしてました。やっほー、二人とも交代したかったところだよ。で、シアターのプロデューサーは？あ、うん。二人のことが心配で、私たちだけ飛び出してきちゃったの。もう、ミーヤー、勝手にいなくならないでよ。すっごく心配したんだからね。すみません、エレナさん。でも、来てくれて、とっても嬉しいです。やっぱり見つけられちゃった。じゃ、今日はおとなしく戻るとしよっか。じゃあ、プロデューサーに連絡を。うわぁ！履歴がすっごいいっぱい！ひょひょ！熱烈なラブコールだね！フレちゃん、ちょっと焼けちゃうな。そんなこと言ってる場合じゃないよ。早く返事しないと。え、プロデューサー、どうしてここにいるってわかったの？私たちが衣装でブラブラしてたから。
うんうん、これはエレガントな照明だね。よかったよかった。でも怒らないんだ。それって私たちがゲストのお客さんだから？面白いね。そんなこと言う人なかなかいないよ。あのね、プロデューサー、もうすぐ撮影始まる時間だよね。もしかして収録なくなっちゃったのかな。あ、もうこんな時間？スタジオまで間に合わないよね。どうするどうする。ってここで？早速行かしてくれたんだ。ミヤちゃん、君たちのプロデューサーやるね。任せてプロデューサー。私、楽しんで仕事するのは得意だから。私も楽しむことは負けないよ。そうだよね、ミヤ。そうですね、エレナさん。シキさん、私も負けませんよ。むん。会場中に充満してるね。盛り上がってきた。今日のしきちゃんは一味違うよ。本気中の本気、マジのマジマジ。おっと、これは珍しい。今のしきちゃんはレアだよ。貴重なワンシーンだね。記念撮影しとく。レイジーレイジーとクリアスカイの科学実験結果発表だ。私たちでみんなをおかしくさせちゃおう。ミヤちゃん、エレナちゃん、よろしくね。はい、それでは行きましょうか。素敵な科学実験始まりですよ。プロデューサーもちゃんと私たちを見て、みんなと一緒におかしくなってね。はい。
皆さん、私たちのライブでおかしくなっちゃいましたか？なってるなってる。こんなに盛り上がってくれてありがとう。みんないい感じにフェロモンが出てるね。しきちゃんも大満足の実験結果だよ。私アターに呼んでね。約束だよ。それじゃあまたいつか会う日までメルシーよ。プロデューサー私たちの公演どうだったかな。お客さんたちだけじゃなくて、こっちもおかしくなっちゃったみたい。みんなも、私も。私も、いつもと違う不思議な気持ちです。これも、化学反応でしょうか。しきちゃんと二人のライブも好きだけど、四人のライブもいいね。人数も楽しさも二倍だもん。それって、もっと人数増えたら、もっと楽しくなっちゃうってこと？そうかもしれませんね。楽しさは、きっと無限大ですから。そうだね。私、レイジーレイジーはもう完成だと思ってたけど、違ったな。刺激一つで、まだまだ変化できる。うん、パーフェクトな実験結果。なんだかうちの事務所のみんなともライブしたくなっちゃったな。わお、どうしたのしきちゃん、どっかぶつけた？今日はすっごく素直だよ。おかしくなっちゃった？ふふん、実験が成功したからね。今日はご機嫌しきちゃんなのだよ。あ、ねえフレちゃん、うちのプロデューサーにおねだりしてシアター立ててもらおうよ。いいねしきちゃん、みんなお菓子で買収して署名とか集めちゃおう。へえ、私もう少しこのままがいいんだけどな。ほら、みんないい感じの匂いしてるし。ハスハス。シキさん、くすぐったいですよ。もう、本当に猫さんみたいですね。にゃはは。あら、かわいいシキニャンですこと。ほら、ほら。こっちの匂いはかぐわしいぞ。はいすはいす。はいはい、しきにゃん、こっちこっち。じゃ、また後でね、プロデューサー。アデュー。本当に面白い二人だよね。出会った時から公演が終わるまでずーっと。そうですね、本当に風のような人たちです。でもプロデューサーさん、エレナさん、宣伝の時は心配をかけてすみませんでした。いいよ、だってまた会えたもん。あの時は私、ミアのこといっぱい考えたの。そしたらミアのこと、今までよりもっと近くに感じるようになったんだよ。そうでしたか。では、前より息がぴったりになった気がしたのは、そのせいかもしれませんね。
本当？嬉しいな。これも四季の言ってた化学変化なの？そうかもしれません。私たちクリアスカイが次はどんな化学変化を起こせるか楽しみですね。何これ何これ、すっごく面白い匂いの人が近くにいる。ふふん、これは両手に花ってやつだね。くんくんくん、こっちの花は日だまりの匂いで、こっちはわお、香りの飽和状態。興味深いね。くんくん。自分たちの劇場があるっていいね。フレちゃん劇場に改名しない？してもいいよ。おお、すごい。自分で書いといてなんだけど、よくわかったね。ほらほら、ミヤちゃん、